はい、皆さん、おちゅねだ、どうも、昼下がりのジャマイカです。それで今回はですね、はい、私もラジオ動画になっているんですけども、荒野の光終わりましたね。荒野の光、2周年ですね。2周年の荒野の光終わったと思うんですけども、今回はね、そちらの方についてのお話をしていけたらいいかなと思っております。なんかね、いろいろ話すことはあるので、順番に話していけたらいいかなと思っております。ってことで、一応控えめ程度にやっておきますか。皆さんいきますよ。せーの、やっていこうじゃマイカー。ということで、いきましょう。はい、ということで、まずなんですけども、一番ね、ちょっと皆さんびっくりされたんじゃないかなということですね。はい、何かって言いますと、なんかしれっと僕がなんか顔出しをしている件についてみたいな感じですかね。はい 今までも、一応ね、動画内では、僕のチャンネルの動画内では、マスクまでの自分の顔だったら多分載ってる実写動画はあったと思うんですけども、なんならね、アバロンっていう、僕が活動しているチームでは、一応マスクありなら、実写で動画出るという感じで、多分ね、マスクありのみの写真とか動画とかが出回っていたと思うんですけども、今回のね、荒野の光2周年イベントなんですけど、その時はですね、僕はマスクをつけないで行きました。ということで、多分ね、あれですね、荒野行動公式の運営さんですかね、のチャンネルの方でね、生放送をやってたので、多分そこのアーカイブに載ってると思うんですけど、しれっとマスクなしの顔出しをしました。で、これについてなんですけど、なんかね、いろんな人からすごい言われるんですよ。すごい言われて、なんで急にマスクなしで行ったんですかみたいな。急にもうマスク取る、もうマスク取っていくんですかみたいなこと聞いたんですけど、言われたんですけど、正直言ってその辺はですね、今まで顔出しをしてなかった理由っていうのが、第一になんですけど、第一に、恥ずかしいからだったんですよね。恥ずかしいからだったんですけど、今回ね、荒野行動2周年イベントともなって、なんかね、もうステージに立って歌うっていう名目を、とか役割をですね、僕はちょっと担ったんですよね。で、ステージのね、ど真ん中とか、結構何人かいらっしゃったんですけど、皆さん実況者軍団とかで、ステージのね、前に立つ、1000人以上の前に立つという機会がありましたのでね、どうせだったら、マスクない方がいいんじゃねえのと自分の中で思いまして、みんなのなんかすげえ人数の前に立つ時に、マスクあってもっていう感じだと思ったので、特になんかよくわかんない理由です。はい、ということで、そうですね。ということで、そうですね、とにかく、恥ずかしかったので、マスクつけてたんですけど、今回はちょっと仕方ね、恥を捨ててやろうということで、マスクなしで挑みましたね。なんで、今後、もし実写動画を撮っていくとかなった時に、マスクしてるかしてないか、マスクつけるかつけないかっていうのは、多分ほぼほぼ気分で決まるんじゃないかなと思います。気分とか、あとなんだろうな、気分とか肌の調子とか、なんかいろいろな諸々の調子とか、例えばね、朝起きて、なんかすげえ目が腫れてるんだけどとか、そういう風になったら、アイマスクにしてみたり、逆に もしかしたら合成写真とか作られてしまうかもしれないけど、そういう風にやっていきたいなと思っております。ってことなんで、とりあえず、今後ね、ずっと顔を全部出していくっていう感じではないかなっていう風に考えておいていただけると嬉しいです。ってことでね、多分皆さんにとってはね、この僕のチャンネルを見てくださってる皆さんにとっては、相当な衝撃的なね、ものだったと思うんですけども、とりあえずね、今回の荒野の光2周年は、ちょっと顔出しで行かせていただきましたと。なんかいろんな賛否両論意見あると思うんですけど、お目に見てやってください。いろいろと。お願いします。ということでですね、はい、2つ目なんですけども、ですね、ちょっとね、本当に謝らなければいけないっていうか、皆さんに謝るというよりかね、一緒にステージに立っていたメンバーに謝らなければいけないかなっていうことなんですけど、荒野行動の2周年のですね、歌を歌わせていただいたんですよ。ハッピーというタイトルのね、歌をね、荒野の光の試合のですね、何戦目だろ
1戦目のすぐ後かな、1戦目集計する時ぐらいにですね、あの歌わさせていただいたんですけども、1000人以上のお客さんの前でそれ、ね、何人かが、まあ、実況者軍団が出て歌うっていう機会があったんですけど、あのその機会でですね、あの見事に歌詞を間違えてしまいました。いや、あれなんですよね、ソロパートの部分はあの特にあまり間違えてはないはずなんですよ。なんならね、金花くんいるじゃないですか、金ちゃんいると思うんですけど、金ちゃんも正直言って間違えてました。はい、チクります、これチクりました。はい、金ちゃんも間違えてました。多分ね、この頃 の公式さんのね生配信アーカイブを見ればわかると思うんですけど、金ちゃんもミスってました。はい、僕のねパートのところにしっかり金ちゃん被ってきてたんで、なんだこいつって感じですね。はい、ってことで、僕どこ間違えたのかって言いますと、まあ多分ね、生放送アーカイブ見た方わかると思うんですけど、ルラ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 ってあるじゃないですか、このラララルラのこのルラ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 の出がずれました。僕全然違うわけわかんないの感想みたいな部分でルラルって言っちゃったんですよ。これやったなと、なんかね、僕の方の歌ってる方のマイクでは自分の声があんま聞こえてこないので、自分でなんかルラーって言っちゃったんですけど、あ、これ音入ってないかな、ワンチャン入ってないかなと思ったんですよ。そしたらなんか生放送アーカイブの方を見たんですけど、えぐいほど入ってたね。見事に歌詞間違えてた。そう今回ね、あれなんですよ、ハプニングが多かった。僕マジで本当に昼下がりのジャマイカハプニング体質かもしれないですわ、ほんまに。一応出番で2、3回まああったんですけど、その最初の出番が僕小屋コードの射撃場のブースっていうのかな、なんか射的のなんか屋台みたいなやつがあって、屋台というかなんつうかそういうブースみたいなのがあって、そこのね担当で事前放送みたいなやつで出たんですけど、まあ、その時もなんかちゃんとね生放送に映ってるにもかかわらず、射的のね弾が飛ばないとか、射的のねリロードっていうのかな、リロードをしてないとか、よくわかんない、なんですかね、これは多分ハプニングなんですかね、多分ハプニングだと思います。そういうね、それがしっかりと生放送に移りまして、なんか僕の部分の尺が伸びるというね、まあ嬉しい状況が起こったんですけども、まあ正直リハーサルの時は球をきつく詰めすぎないでください、飛ばないのでって言われてたんですけど、多分僕の力が強すぎたんですかね、多分左手の指の筋肉が強すぎたのかどうかわかんないですけど、なんかね強く詰めすぎちゃってたらしいんですね。で飛ばなくて、でまあ緩めてもらってね、もう一回射的するっていう感じになったんですけど、これだけだったらよかった、これだけだったらまだハプニング大切とか言えなかった、大丈夫だったんですけど、ね、生放送相変わり見ていただけると分かる通り、僕ね、その歌い終わった後、2周年の記念ソング発表、歌い終わった後に百花繚乱さんと超絶可愛いえなこさんからですね、インタビューを受けまして、まあ、その何ですか、一人一人ね実況者の方々になんか小屋行動に一言お願いしますみたいなことはね、それはもう聞いてたんですよ。一人一人自己紹介するっていうか、まあ名前をお呼びするので、こういうことに挨拶をお願いしますみたいな感じで、まあ、最初ねそれ打ち合わせであったので、それはねまあ聞いてたんですけど、まあ、その後、まあ、僕は1回目その質問で、まあ、こういうこと2周年おめでとうございますって言ったんですよ。まあ、それ合ってたんですよね。でそれで、まあ、みんな実況者の方々が全員それを言い終わった後に、こっからがね打ち合わせになかった。もう1回百花繚乱さんからなんか振られたんですよね、聞こえないんですよね。耳に、僕よくさテレビに出てる歌手とかがつけてる耳につけてるやつあるじゃないですか。あれって音楽、自分が歌ってる時とか音楽が聞こえてくるやつで歌いやすくなるっていう感じだったと思うんですけど、なんかねよくわかんないですけど、そこに百花繚乱さんとえなこさんの声がマイクとして入ってなかったんですよね。だから全然何言ってるか聞こえなかったんですよ。
それだからあのヤッカルラさんも、あ、ちょっとなんか聞いてなかったようなんですけどもみたいなこと言われて、であのあれこれなんか打ち合わせなかったけどもう一回やんのかな、もう一回今のさっき打ち合わせにあったあれ怖いことに対してなんか言うのかなと思ってちょっと同じことをね言ったんですけど、あの怖いこと20年おめでとうございますって言ったんですけど、なんかあの違ったらしくね、えみたいな顔されてでなんか選手の人たち選手の皆さんになんか一言お願いしますみたいな感じのことだったらしいですね。これ打ち合わせなかった気がするんだよな、話聞いてなかったっていう感じじゃなければ多分ね。まあそれでまあ見ましてね、あの見事に恥をかいたという感じになりますね。まあしかもなんですよ、しかもその後あの2周年の歌を歌い終わってから退出する時ですね、インタビューも終えてはけていく時、あの会場の椅子横にね、会場の横にはけていく時にあのしかもつまずくというね、会場の横が何もないところにしてあれはね、あのあれですね、あのマジで あざといとか、あのわざとやってんじゃねえのみたいな感じじゃないんですよ、ガチなんですよね。あのマジでつまずきましたあの床がさ、あのキュッ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 なって滑らない上に僕のスニーカーすげえ滑り止めついてるんですよね。だからそれが反発し合って見事にちょっとカクってなったんですよね。それがまあ映ってると思うんですけど、まあ、多分気づいてる人と気づいてない人、まあ気づいてない人の方が多いと思うんですけどね、まあ、白状しますね僕は今回。まあいろいろ今回の2周年イベントやらかしたのでちょっともろもろ謝罪したいと思います。あの申し訳ないです反省する気はゼロですねまあ僕が全部悪いってわけじゃないんでね、うん、まあ何が言いたいのかっていうと、まあ、高校の2周年イベント楽しかったです、はいまあもしよかったら、まあ、僕の、 あのチャンネル登録している方はね、生放送のアーカイブ見に行って、まあ、僕の活躍してるシーン見に行ってくれたら嬉しいですということで、まあ、今回話した内容も含めね見ていただけるとありがたいです。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。